はい、どうもこんにちは、川野です。今日はちょっと僕ある説を提唱したくこの動画を作っております。まあ、どういう説かと言いますと、まあ、僕も結構竜で弾打ってきました。竜だけじゃないです、影や剣でも膨大な弾を打ってきました。そんな僕がこの膨大な弾打ちの経験に基づいてある説をちょっと今回提唱したいです。そう、それは波動拳3発までやったら連続で打っても飛ばれないんじゃねっていう説です。4発は無理です。4発目は飛ばれます、さすがに。ただ人間の心理的に3発までやったらいけるんじゃないのかと、3発までやったら連続で打っても飛ばれないんじゃないのかと、もうこれは僕の経験と心理学、この2つによるものです。心理学的に3発までは飛ばれません。これはもう本当に自信を持って言えます。多分今日から波動拳は3発まで打てるっていうのがセオリーになっていくと思います。もうスト5の教科書的な、もうこの3発連続打ちはもう川の式と名付けたいです。皆さんはこの歴史的瞬間に立ち会えたということです。この川の式という歴史的瞬間、実際にじゃあちょっとこの説を検証していくためにもちょっと対戦してみたいと思います。はい、まあこういうねキャミー戦とかもかなり波動拳を3発無料で打てるって考えると相当有利が取れるんじゃないんでしょうか。まあ、まず鬼門は一発目です。一発目さえ通すことができれば残り2つも自動的に通すことができます。一発目そろそろですかね。一回飛び落としたんでじゃあ打っていきましょう。はい、はい、1、2、3とこういう感じで、もう一回いきますね。これ1、2、1、2、3とこういう感じで3発までいけるんですよ。もう相手がね今とかも入れちゃいます。ここからはい1、はい2、はい3、はい1、2、3、はい1、2、3で、あとはもうこれ飛び落とすだけの簡単な作業です。はい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 、まあ作戦自体は悪くなかった。え、お前コート着るの？脱衣じゃなくて着衣？新しいな。まあ、こういう状況もね、波動拳3発打てると考えるとスタンチもキープできていいんじゃないでしょうか。2、3とほら、はい1、はいはい1、はい2、はい3、はい1、はいはい1、はい2、はい、はい、ちょ、いやもう怖くて打てねえよこんなん、ちょっともう、はい1、はい2、はい3と3発まではねいけるんですよ。もう、OK です、 OK です。この状況で波動拳3発打ってたら強いと思いませんか。打っちゃいます。1、まあ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 、こういう時もあるよね。こういう状況ですね。こういう状況で波動拳3発打ってたらそれはショット。ここですね、あの白を取るため。今僕4発打っちゃいましたね。それは4発はね飛ばれる、4発は飛ばれちゃう。ただ
3発で抑えます。1、2、3、 OKOKOK、 こういう感じで3発で抑える、それが大事。これも1、よしよしよし、そういうことよ。3発いきますね。1、2、おい、ちょ、は、まあ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 、1、2、なぜこんな飛ばれる。来た、もうこういう剣みたいなキャラを僕は待ち望んでいました。もう本当に剣はね、もう弾抜けがない、本当に。だからもうマジで竜の波動と真っ向勝負しないといけない。ってことはもうマジで飛ばれない限り無敵の技になる、波動剣が。というわけで、じゃあちょっと打っていくか。一発目さえ打てれば。ちょっと待って、待てよ待てよ、打っていくか。ちょ、一旦ちょ、1入れ替える。 OKOK、 行くぞ、打つぞ打つぞ。はい、1、はい、2、はい、3、これですよ。あ、ほらほら、みんな見た、3で止めればこういう風に相手の飛びを誘うことができるんだけど、空中竜巻強すぎるね。ちょっと待って、その空中竜巻とかそういうのやめへん。はい、1、はい、待て、今のなしね。いくよいくよ、はい、1、はい、2、はい、3と、ここ3で止める。そうすると相手はじりじり追い詰められていって飛ばざるを得なくなる。ここら辺ね、ここ飛ばざるを得なくなるんよ。でもう一回飛ばざるを得なくなる状況を作る。はい、1、まあまあまあ EX 作動は、まあ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 ね。はい、行くよ。はい、1、はい、2、はい、3と、ほらこれ3で止める。行くよ。はい、1、はい、2、はい、3とで3で止める。ちょっと待って、3、ちょ、いけいけ。はい、1、はい、2、はい、3、はい、1、はい、2、はい、3、投げる。大丈夫大丈夫大丈夫、飛ばれてないから。いくよ。はい、1、はい、2、はい、3、はい、1、はい、2、はい、3、これですよ。これなんだけど、ちょっと待って、これなんだけど、ここで3発打てればどれだけ楽か。ガーッ、いやー